皆さん、こんにちは。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、えー、20代の世代にですね、どうやって成長してもらうか、パート1ということで、まあ、20代の若手社員にね、どうやって成長してもらうかということについてお話をしたいというふうに思います。私もですね、えー、クライトさん クライアント先様にですね頼まれることもあってですね ま、20代のスタッフがどんなことを考えていて、まあ、どんな思考でですね、まあ、どんな風に接していけばいいかということについてですね、アドバイスなり確認してほしいとかですね、まあ、そういうような、あご依頼をいただき、まあ、20代の、そういう、こう、これからという人たちのね、面談をさせていただくことがちょこちょこあるんですけれども、 やってみて思うことはですね、やはり大事なポイント、ここがポイントだなと思うことはですね、目標を一緒に見つけること、まあ、そしてそれを設定することということだなと思いました。えっと、よくもある頃にですねこう、この20代の人たちってと、自分で目標を作るのが上手じゃないというか、自分で目標を作ることを うまくできないっていうふうに私から見ると思うなと思いますね。で、えっと、なんで、まあ、そういうことになってるのかなというふうに思うと、やっぱり彼らはですね、えー、失敗せずに最短で早く成長したいっていうふうに思っている。もしくは、それが普通だと思っているということですね。えー、まあ、なので、えー、結局、失敗せずに最短で早く成長したいっていうのが、 こう、底辺な価値観にある。まあ、それがまあ、当たり前というぐらい当たり前にある中でですね。とすると、こう、全体像を把握して仕事をしたいっていうことになるんですね。つまり、この目標が適切かどうかが知りたい。この目標が本当に自分のこう、仕事が成長するためになるかどうか知りたいってことになると、こういうこう、仕事自身そのものを全体像を把握して、 え、仕事をできると、今やっている意味とか、今やっている目標が、どういう意味なのか、どういうことなのかがよくわかるということなんですね。えー、逆を言えば、それがわからないので、これで大丈夫なのかなとか、この目標でいいのかなとか、この目標って無駄になってない、無駄になってるんじゃないかなとかですね。まあそういうことを思うんですよね。 なので、えっと、全体像をこちらが説明をしながら、まあ知ってる側が説明をしながら、だからこういうふうにやっていこうとか、こういうふうな目標を設定してやっていこうとかですね。まあ見つけていくことと設定していくことを、まあ一緒にやっていくってことが大事なんだなというふうに私は感じました。ぜひですね、20代の方にですね、成長してもらいたいと思われる方は、参考にしていただきたいというふうに思います。 いかがだったでしょうか情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。